今日は朝ごはん、まあ、ちょっとお休みして豆乳を飲みます。ちょっと待ってて、豆乳を今お鍋で温めてます。ちょっと待ってね。ココ、それ映ってる？ココ映ってないじゃん。ココちゃん、ほら、ああ、行っちゃった。今ずっとココちゃんここにいたんですけど、見えなかった。今日は新宿サブナード書店さんにて、じゃん、レナッチーズのお渡し会があります。レナッチとユリアちゃんと3人でやります。サンクイッチです。来てくださいね。見た人、感想求む。おお、いっぱいいる。大阪から向かってるよ、ありがとう。意外とセクシー。もぎちゃんね、もぎセクシーでしょ。うちのもぎやん。じゃラルフ？ラルフがちょっと椅子で寝床を作ってる。カリカリ。ナッツンはまあ安定のエロさ。ラルフ、静かにして。麦はね、かわいいですね。気にしないでくださいね。いやー、すごい。ハンバーガー食べてるやつ好きだって。ちょっと待って、ナルフ、ナル、ナちゃん、うるさいよ、おいで、ナちゃんおいで、はい、うるさいよ、寝てて、よし、あ、昨日はあれです、萌えの舞台を見に行ってきました。すごい、もう萌えとは小5で初めて一緒のクラスになったんですけど、まあ、実際は小1からずっとね、こう同じ学校だったから、お互い知ってはいたんですよ。ねえねえ、本当にうるさい。ねえ、ラルフ。ねえ、ラル。聞いて、うるさい。ちょっと、すぐにしてて。そうで、小5で初めて一緒のクラスになって、小5で初めてこう話して、
こう今までこうね、お付き合いしてるっていうか、なんていうの、こう一緒にねやってきたわけなんですけど、初めてミルカをいっぱいしてて、萌えが本当に今まで見たことないような、すごい表情をしてて、すごく新鮮だったし、こう13期公演とこう同時進行で稽古に参加してて、一回もこうなんか疲れてる姿とか見てなかったから、すごいですね、萌えはやっぱそういうとこちゃんとしてますよね。ね、なんかそうですね、私もお芝居好きだから、あれ、お芝居したくなりました。何飲んでるの？って書いてあった、豆乳です。ホット豆乳です。お芝居したいですね。あ、B シニア公演なんですか？嬉しい、涼香のお芝居好きっていう。キャバスカ見てた人いますか？キャバスカはあれなんですよ、あんまりメインの会はなかったんですけど、そのメインじゃないとこでどうこうね、アンコウちゃんを活かせるかっていうのをこう監督さんとかと話してて、だからなんかちょいちょい変なことしてます。どうでした？そう、いろいろ結構割と体張ってたと思ってたんですけど、どうでしたかね。なんかね、そう、末吉さんが演じるこうサトシの腕にこう噛みついたり、最終回はあれです、ドンのシーンです、爪楊枝でやったりとか、あとは寝顔がちょっとブスだったりとか、いろいろしました。そうなんですよ。あ、そう、昨日告知するの忘れちゃってて、あれです、あっぱれやってます、マコの代わりに木曜日出させてもらって、来週も聞いてほしいです。緊張しました、あっぱれ、割と緊張しいなんで、緊張しました。割とっていうか緊張しいなんで、緊張してるとこ見たことない？嘘だよ、緊張するよ。もう始まっちゃえばもう緊張しなくなるんですけど、始まる前までが。ああ、確かにって口癖、本当にそれなさそうと思ってるんですよね。全然確かにと思ってないのに、ああ確かにって言っちゃうから。緊張してるように見えない。よかったです。ああ確かにってよく言ってる。 でも本当に全然確かに聞いてない時もある。あ、私の今年直そうと思ってる癖は、話聞いてるふりするのはやめようと思って、一応なんか結構空気読んじゃう癖があって、
そのあれなんですよ、小学校の時からこう授業とかで、なんていうか、皆さん分かりましたか？とか先生が言うじゃないですか。ね。で、で誰も言わないんですよ。反応しないんですね。それはちょっと先生に本当に申し訳ないから、はい、みたいな、私は言うんですけど、全然聞いてないっていう、一番ダメなやつですね。ぬるくなっちゃった豆乳が。そう、聞かれて困るやつ。意見求められて、そうっすねーってなるやつね。み、後ろの緑のやつ、観葉植物、謎ではない。ラジオ好きですね。今夜は帰らないもん。この間茂木と佐帆が来てくれて、ジュリさんとミヨンがいなかったから。すごい、タワーが2本も立ってますね。ゆうちゃんさん、ありがとうございます。あとカステラさん、ありがとうございます。朝からありがとう。靴のサイズ教えて。23。お渡し会ってどんな感じ、わかんないんですよね。でもなんかサブナードでやるって、なんかちょっと芸能人っぽくて嬉しいです。何か、火鍋メンバー全然最近会ってないね。25歳みたいだって。嬉しくない？見えない、なんか。ね、よくすっぴんでね、お届けしますね。19歳に見える？あんまりなんか変わりがない。デコの光、確かにテカテカって、朝だから。子供いそうだよ。人は。クマのページ？ご飯食べてない。今どっちだ？26。眠いね。本当に眠い。何時に起きたの？24分。24分に起きました。そう、本当にね、全然起きれないという。本当にブスだ。朝じゃなくて、あ、ちょっとラルフルさ。皆さん今何してんですか？通勤なう？
金曜日か。じゃあもうハッピーなわけだ。オール中、いずりのに会いたい。金曜日はパリピ。お布団の中。風ね、寝込みながら寝てる。大丈夫？風邪は嫌だね。みんな風邪ひいてんの？宇宙旅行中です。嘘つけー。あやかインフルになっちゃったのね、らしいですね。大丈夫かな。昨日あやかもインフルで出れない。なんかあったの？メイクしながら見てる。嬉しい。今日節分じゃん。さっきニュースでなんか今日は鬼のように風が強いですって言ってたらしいよ。もう何年間かね、豆まきやってないですね。うん、全然くしゃみ出る。いいや、可愛くないくしゃみですね、本当に。ただのくしゃみ、ただただくしゃみ。なんかしてほしいことありますか、今。なんかさっき見えたのはなんか、なんだ、見てなかった。ちょっとこの状態ツインテールしてってメイクか。パジャマ紹介。これはあれです。安定のジェラピケのなんか何年か前かのバレンタインのやつですね。スクショタイム9。鬼終わり。よし、何してほしい？指でついてる。無視を やりたくないやつ。ドアップはちょっときつい、この朝っぱらから無理だな。香水つけてますか？今はつけてないよ。写真集の見どころを。いや、ゆいやっぱね、可愛いわと思った。見えてた？今ゆいは可愛いよ、本当に本当に可愛いと思うよ。これを見て確信した。いや、確信してたけど前まで。いや、今更って、もう知ってたよ前から。知ってたけど、なんかもう5度目ぐらいの確信。いや、10回目ぐらいかな。いや、かわいいわ、ゆい。大好き、ゆい。何がかわいいって、普段のゆいがかわいい。みおりんさんね、めっちゃかわいいんですよ、これ。おしゃれ？
おしゃれなの、なんかね今まで見たことないみおりんさん、髪切ったからこうイメージも変わってすごい大人っぽくて可愛いですね。もう可愛い、おしゃれ、ギャップですね普段との。いや、たなちゃんは私ほんと顔大好きだから欲しいんだよね、たなちゃんの写真集あったら、発売したら欲しいな。エロ、かわいい、走ってる。ミーヨン、ミーヨンはなんか結構いつも、ね、よくグラビアやってるけどまた違った感じでかわいいですね。でミーヨンのね写真をあれなんですよ、私が一眼で撮ったやつがあって、本当になんかすごいいい感じの写真が撮れたんですけど、今度どっかで載せます。グループショットとかもありますね。はなちゃん、はなちゃん私すごい小学生ぐらいだと思ってたら意外と一個下なんですね、びっくり。ポン、はなちゃんすごいかわいい、よく笑ういい子です。ダンス超上手はなちゃん。はい、来たすみれさん。すみれさんね超エロい、かわいい、ひたすらかわいい。見ましたか、すみれさんのやつ、お風呂のやつ、かわいい、ほんとにかわいい。クレニアン、クレニアン私なんかあんまり実は話したことなくて、まだ接触できてないちゃんと。でもクレニアンの顔も好きなんだよな、かわいい、かわいい。この写真集見た方はあれわかると思うんですけど、こうやってあのなんだこれ、扇風機、扇風機でガーッなんかわーって言ってるやつがかわいい、見たらわかる。あとドアップのこの浴衣のやつもかわいいですね、見たかったらぜひ。あ、私のとユリアちゃんとレナちゃんの3人のグループショットかわいい。はい、もぎ切った、もぎエロい、それはエロい、なんかギャップがいいな、もぎはいつもこう割とファンの前の方の前ではこうなんていうのダンスをしたりとかしてるけど、実はこんななんだよみたいなね、こんななんだよって見してあげませんよ。ナッツン、ナッツンはもうエロいね、すごいなんかエロい人多いな、かわいいな、なっちゃんかわいいスタイルよ。来たゆりあちゃん、ゆりあちゃんねめっちゃかわいいよ、ドアップがかわいい。あと5分、あと5分だ、やばいな。あ、6000人、いつもより昨日より多い、ありがとう。まほほん、まほほんかわいい、細っ、まほほん意外と年上なんですね。ちょっとスピードアップしよう、はい、私はちょっとスルーします。ちょっと見てください。今野さん綺麗、スタイルいい、今野さん優しいから大好きなんですね。あやか、あやかもすごいね、
こういいですよ、素な感じで。はい、次リカちゃん。リカちゃんね、私ほんと好きなんですよ。あの面白いから、こういつもアイドルアイドルしてるリカちゃんも好きなんですけど、こう面白いリカちゃん自身だから話しててね、そういろんな話してくれるから楽しいです。話してて夏みかんはね、なんか大人になりましたね。私が言うのもあれですけど、髪伸びたってな感じです。だからぜひぜひ来てください。あ、お渡しく来てください。みんな頑張ってください、学校とか。次は明日はできないので、明日はできないから朝、夜やろうかなと思います。できたら握手会終わりかな。で日曜日は朝やります。多分ね、まだ分かんないです。じゃあみんな頑張ってね。なんかちゃんとやることを決めてから配信しようかな。30分だからさ、バイバーイ。すごい、6万5000人。あ、スクショタイムです。バイバーイ。6000だ。私会で会える人会いましょう。